まいんやけど、なんか物足りんな。口に伝ったい。銀閣寺の近くに蜂蜜のめちゃめちゃ美味しい店があるので、蜂蜜屋さんを結構シネマティックに BMPCC4K で撮るっていうのをやったので、皆さんに銀閣寺の近くの蜂蜜の美味しいお店を紹介しますね。スタート。はい、いかがでしたか。今回もメタボーンズとメタボーンズのスピードブースターとシグマの 35mm の組み合わせで撮りましたけど、フォーカスが合わせるのは難しいんですけど、 F1.2 相当で、そのフォーカス合わせた時にそこに結構目が集中できるというか、すごいフォーカスがあったところがすごく目立つので結構気に入ってます。はちみつオボンミエルさんの詳しい詳細は概要欄にオボンミエルさんのホームページのリンクを貼っておきますので、ぜひ興味のある方はご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。